気候髄、気候髄に記載される、和度計の内部構造の解説、気候髄をもとに復元された、蛇運び人形とその内部構造。国立科学博物館。細川頼直は、江戸時代の歴史参加、からくり技術者、発明家。通称、藩蔵。字は、京、丘陵、または藩章。土佐藩出身。武将、細川頼之の子孫との説もある。 同郷の歴史参加、川谷矢座山の弟子である、片岡直次郎から天文学と歴学を学んだ後、完成時代初期に天文学の勉強のために、江戸に上り、和参加の藤田貞氏に指示して、数学を学んだ。1795年に、講義で改歴の儀が起き、諸国から技術者が募られた際には、その一人に選ばれ、天文家歴作上司として、 完成改歴の事業に参画した。カラクリなどの発明にもたけ、写し天儀、人形、工程儀などの科学機械を製作したと言われ、カラクリ、半蔵の名でも親しまれた。細川の製作したカラクリのネズミが、他のものの製作したカラクリの猫を食い殺したという話すらあり、信憑性はともかく、細川の技術の高さを伝える逸話として、後に伝えられてる。 1796年に、からくりの制作方法などを表した、辞書、気候髄は、日本初の機械工学書とも言われ、からくりの仕掛けを図解したものとして、最も詳細な文献との評価もある。後に、昭和時代のからくり人形師、玉谷昌兵衛は1969年に、気候髄を手本として、茶運び人形を完全復元した際、同社の説明のわかりやすさと、 正確さに舌を巻いている。没年は同1796年とされるが、青年負傷のために没年齢は不明。気候随の序文の起草年に完成停止、すなわち1797年とあるため、この没年も正しくないとの見方もある。なお死因については、富士の病気との説のほか、禁止されていた技術を公開しようとして、死罪となったとの説や、 才能を妬まれて毒殺されたとの説もある。ありがとうございます。